カルラ・パトリス・やモリソン・フローレスは、ステージ名、カーラ・モリソンとして知られる、メキシコのシンガー・ソングライター。バハ・カリフォルニア州テカテ出身。活動音楽ジャンルは、インディ・ポップ。ラテングラミー賞及び、グラミー賞のノミネート歴、そして、ラテングラミー賞受賞歴があり、メキシコを拠点に、国際的に活躍している。 1986年、メキシコのバハカリフォルニア州テカテに生まれる。17歳の時、音楽の道を志し、アメリカのアリゾナ州フェニックスへの移住を決意。大学で音楽を学び始めるが、自身の音楽へのアプローチは、大学で教わるアカデミックなものよりも、より精神性や内面的感情等を重視したものであると気づき、大学を辞め、独自の音楽追求の道を選ぶ。 音楽キャリアは、はじめアリゾナを中心にバイリンガルバンドボブルカとして、英語の楽曲を歌ったりしていたが、その後、自分自身の言葉である、スペイン語で、本物の内面的感情が伴った歌を歌いたい、とボブルカのプロジェクトを去り、メキシコに帰国して、活動の拠点をそちらに移す。商業的な理由から、スペイン語圏の若手アーティストが英語圏の市場で売る。 ために、英語での楽曲を歌うという方向性はよくある、ケースだが、スペイン語で歌いたいとアメリカからメキシコに戻る、という選択肢を取ることは、稀であり、商業的な理由からも、勇気ある選択、をしたアーティストとも言える。2010年11月、NPR の音楽番組、ALT Latino は、カーラ・モリソンを、ゲスト DJ として迎えての特集放送を行い、 子供のような、あどけないピュアな歌声で、大人のテーマな内容、大人の感情の歌を率直にズバズバと歌い、自分の意見を、はっきりと、積極的に主張する、今後の注目に値する、大きなポテンシャルを秘めた、シンガーソングライターだと紹介し、上実のアメリカからメキシコへ戻った経緯や、そのことに対する本人の考えを聞く、トーカーラ・モリソンへのインタビューの会話と2010年10月に、 発売になったばかりのアルバム、ミエントラス・ツ・ドルミースの収録曲2曲、およびカーラ・モリソンのお気に入りアーティストの楽曲等を放送した。翌年2011年11月、そのアルバム、ミエントラス・ツ・ドルミースが第12回ラテングラミー賞のベストオルターナティブミュージックアルバム部門にノミネートされ、国際的な認知度が一気に高まった。2012年の 第13回ラテングラミー賞では、フルアルバム、ダヘネメ・ユアールが4部門でノミネートされ、ベストオルターナティブ・ミュージック・アルバム部門及び、ベストオルターナティブ・ソング部門の2部門で受賞を果たした。また、同アルバムは、2013年の第55回グラミー賞でも、ベストラテン・ロック・アバン・オア・オルターナティブ・アルバム部門でノミネートされた。ここの項目の主要ソース、フルアルバム・ EP 版アルバム、 ありがとうございます。